はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。公明党国交省がご利用しする電車やバス内、道路標識など外国語表記問題なんですけれども、日本語表示時間が短くなって日本人は不便になった、外国人スパイ活動がしやすくなった、あと法的根拠はないっていう話なんですけれども、法律は一応あるんですけれども、それでガイドラインなんかも作られているんですけれども、ハングルと簡体字にしろっては書いてないんですよ、どこにも。どこにも。適宜外国語表記も、しなさいみたいな、そういう法律なんですけれども、なんで簡体字とハングル選ぶのかなっていう、そこの部分、いきなり簡体字とハングル表記をご利用ししてるのが国交省であります。なんでスペイン語なんかも使ってる人すごい多いんじゃねえの。スペイン人のみならず、植民地にしてたとこ、ブラジルとかポルトガル語、ちょっと覚えておりませんけれども、まあメキシコとかね、ツイートがいいね、1.3 万に達しました。地方の方、ですね、映像がちょっとショックだったみたいで、そういえば地方に住んでると、もう何年も電車乗ってねえな、なんていう生活もザラですから、年に1回ぐらいしか電車乗らねえなあなんて、いう生活も、まあ地方に住んでるとね、東京の電車こんなになってるの、映像で驚いた方もたくさんいらっしゃいました。難解なこじつけ、ちょっと何言ってるかわからない、難癖つけるバカも散見されました。日米同盟があり、日本国内で米軍が活動する事態も考えられるので、英語表記はありですよ。日本語、英語でいい。だが、簡体字とハングルはダメ。侵入してきた中国と北朝鮮の人民軍が活動しやすくなっちまうだろうが。ウクライナ見なよ。ウクライナ語っていうのは確かにあるみたいなんですけれども、まあまあ、それがさ、読めたら侵略者にとっては都合いいわけで、公明党がやってることは利的行為なんですよね。人民軍に利便はがってんですわ。そんなのもわからないで、なんか難癖つけてるやついるんですけれども、推進してるとこが公明党っていうとこで、ピンときますよね。こんなのはね、隠してっけど、誰も言わねえけど。松下玲子、武蔵野市長、外国人住民投票条例案を論点を整理して再提出しるっと、シンポジウム、まあ仲間内なんですけど、で吠えておりました。産経新聞がそれを記事にしておりました。武蔵野市にも住民投票を導入する。3ヶ月以上市内に滞在した外国人、そうすると留学生とか実習生、短期労働者なんかも含まれちゃいます。にも住民投票権を与える。議会で僅差で否決されたんですけれども、市長諦めへんで、まあ仲間内のシンポジウムで吠えたと、こんなような感じ。ネットの反応、おいおい、もう否決されただろ、議会無視かよ。市長が活動家を兼業とか、むしろ活動家が本業、外国人に権力を配る合理性はない。買収されてんの、日本人のために仕事しろ。帰化できない人間に疑似参政権を与えるのが目的だろう。なるほど。そんな町からは日本人が出ていくだろう。全くだね。投票して市長になってもらってるのに、有権者は大体日本人じゃないですか。まあ、帰化した人っていうのもいるだろうけどさ。左翼がしつこくて諦めずに、同じこと何十年も言い続けられてるのはですね、バカで思考停止してからです。でね、上の賢い方、例えば共産党の幹部であるとか、朝日新聞であるとか、が考えた言葉を、さも自分が思いついたかのように、何十年も疑問なく言い続けられるっていうのが左翼ですね。最近だとね、上級国民なんていう言葉ですね、上の方が考えて、下がそれに従っている、何十年も言うだろう。破綻した国に土下座されて併合してやったのをですね、
共産党は未だにですね、植民地支配ガーとか言ってるし、自由意志の風俗業ってとっくにバレてんのに、慰安婦だって未だに女性の人権ガーとか言ってるし、好きでやってたのっぺ、9条があれば責められないとか未だに言ってんじゃないですかね。非核三原則も過去の閣議決定でされただけのものをまるで法律家のように宣伝してるし、仲間内のシンポジウムで超えたようなんで、まあ支持者向けの強がりかもしれませんけれども、全く同じものをね、再提出すればまた否決されるでしょう。でも安心できません。論点を整理してとか言ってるんで、全く同じものは出さないんでしょうね。なんか変更するんだろうか。変更してもですね、邪悪な意思には変わりありませんから、破壊と混乱が奴らの望みなんで、それは変わりませんので、騙されないようにしかないね、武蔵野市の市議会議員の皆さん。確かに票差ぐらいの僅差で否決されたんだよな。波乱の豊島区議会みたいなことがあれば、ひっくり返ります。豊島区議会、今年呪われております。波乱です。今年の豊島区議会なんですけれども、靴沢と自民党の女性議員1名がですね、参院選出馬のために辞職しました。自民党議員の2名が、都議選の時にパーケンを職員に売りつけ、罰金刑&辞職いたしました。立憲議員1名が政務活動費を横領し、自殺しました。定数36なのに、右側4名、私と自民議員3名、左側1名、自殺がいなくなって、議場は今すっかすか、36から5人減っちゃった。波乱の豊島区議会、こういうことがあったらひっくり返っちゃうよね。右が4、左が1減って、差し引きで右が3減っちゃったってことですからね。外国人は自国の投票権持ってんだろ、2カ国の投票権持つなんて貴族なまねは許されませんよね。吉田浩一郎元都議現中野区議によれば、松下玲子市長の都議時代の風評はエキセントリック&ヒステリックだそうで、人の言うこと聞かなそうですね。全然非常に関わりたくないタイプであります。武蔵野市の破壊と混乱が左翼の目的ですね。世の中に不満を持つ人が増えれば、仲間が増えて革命できるって信じてる浅はかさ、左翼の特徴ですけどね。リーマンショックの混乱で、国民みんなが発狂しちゃって、あとテレビ、新聞が今よりも力を持ってて、民主党政権が誕生しちゃったって例もあるんで、油断はできませんよね。11月3日、昨日ですか、日韓議連創立50周年行事をソウルで開催。岸田ユンの日韓首脳会談を開け、共同声明発表だそうであります。なお、この声明に法的強制力や、何らかの根拠になるとかは一切ないと。日本人の敵、朝日新聞が嬉しそうに報道しておりました。ネットの話、おととい来やがれ。余計な真似すんな。関わりたくねえんだわ。なお、声明には何の拘束、強制力は一切ない模様。合意を守れ、約束を守れ、しか言うことがない。首脳会談すれば全て解決と、なんで思うの？日韓では協議しないと、5年前の安倍政権で閣議決定されてますんで、無駄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 。外務省ホームページから、プサン日本国総領事館前の少女像接種に対する我が国の措置、平成29年1月8日、2017年のことですね。今でも外務省ホームページにこれ載っておりますんで、変更にはなってません。関連行事への参加見合わせ、一時帰国、日韓スワップ協議中断、ハイレベル経済協議の延期、これまだ変更になってませんので無駄です。これらを閣議決定しましたってことで、これらを覆すにはですね、新たにこの決定取り消しを閣議決定しないといけないと。プサンの慰安婦像は撤去されてないし、三菱と日本製鉄の、資産は返還されてないし、2015年日韓慰安婦合意は撤回されちゃったし、だってね、これで財団作って面倒見ろっつって10億円出したやつの
財団を解体しちゃったんだから、もう守りようがないですね。破られっぱなし。まあ無理ですね。誰がのこのこソウルに出向いたのか知んないですけど、日韓議連は余計な真似すんじゃねえ。現在の日韓議連の勢力図なんですけども、自民議員20名、共産議員8名、立憲議員7名、公明議員4名、社民は瑞穂が1人参加、維新は宗男が1人参加。これで大体どんな会だかわかりますよね。共産の国会議員って衆参合わせて20人ぐらいしかいなくねかった。半分近くが参加してんだよ。自民党は、まあ、300何人のうちから20人参加ですわね。社民なんか 100% 参加してるし、維新は宗男っていうスパイが参加してるしね。まあこんな会ですね。日本に不必要なんで、早いとこ日韓断交して会も消滅させないとなと思っております。ウクライナ有事に全くの役立たずどころか、やり返せない日本に対してはことさら有害な機関として知られる国連の自由権規約委員会、自由権規約委員会、まあ、人権委員会みたいなもんすか、が日本の入管施設で4年間で3名の外国人が死亡したことに対して懸念を表明。日本人の敵、共同通信が喜んで報道しておりました。ネットなんです。何千人も収容してんのに4年で3人ってむしろ少なくね。いや、不法滞在不法入国の犯罪者だし、拘束自体がおかしい。とっとと強制送還すべき。入管にためずに早く送り返せ。断片だけ取り上げて偉そうに文句言うバカの習性は世界共通。収容されて文句言うならそもそも来んねん。福島みずほが国連に仕掛けた問題、さっさと強制送還すりゃええってだけの話。もっと優先すべきがあるだろう、ロシアとか。不法入国不法滞在は収容せずに即刻強制送還できるよう法改正すべき。犯罪なんだから、なんで止めてんだ。騒いでる弁護士どもにはですね、そんな会社だったらおめっちで引き取れって言ってあげましょう。それはいいやって言うはずだから、なら他人や公にもさせようとすんなって怒鳴りつければいいですね。もっと危険な部分、記事に発見しました。同委員会は国内人権救済機関を早期に創設するよう日本政府に要求した。これめっちゃ危険です。民主党政権が日本人弾圧のためにやろうとした人権擁護法とですね、人権擁護委員会を名前を変えて再提出した。これができちゃうですね、外国人の批判が不可能になっちゃいます。批判すると逮捕されるようになっちゃいます。もちろん外国人の日本人批判は対象外。日本人弾圧が目的の人権ゲシュタポっていうのがその正体ですから、こんなもん絶対に作らせてはいけません。うすらばがの岸田総理がやりそうだったら、日本人が結集してですね、潰すべき。武蔵野市の条例潰したみたいにね。日本が外国人のための国になっちまうわ、こんなんできたらね。後世必ず子孫に怒られんで、あの時のおっさんどもと来たら、なんてバカなんだ、なんてだらしないんだ、って怒られるんで、まあ、こんなのできそうになったら全力で潰しましょう。今日のその他のニュース。22年目の独裁者、C和夫。統一教会と自民の癒着。首相に反省がない。共産党は海を出し切るまで奮闘を続けまーす。我が国の海はお前らだろ、と大好評を博しておりました。ライバルカルトを潰すチャンスに張り切っちゃってね。同じカルト同士仲が悪いんでしょ、きっと。目の上のコブっちゅうか、盛りかけみてえに5年ぐらいは行ってそうだな。立憲の中でもエッジが鋭いバカの、Google Earth 原口、国会議員であろうとなかろうと偉ぶってる人は嫌いです。特に自分が頭がいいとうぬぼれて偉そうに間違ったことをする国会議員は蛇より嫌いです。お前が言うな、自己紹介を打つ、同僚に言え、など大好評を博しておりました。偉ぶってってなんだ、偉ぶってって。前川喜平、黒髪色白細め女子限定貧困調査員を NHK 次期会長に押す署名を一部局さんが開始したそうであります。なおソースは
クオリティペーパー日刊現代。日刊現代ってあの私知らなかったんですけど、新聞でも何でもないそうです。あれはあの日刊誌で新聞ではない。なんかの機関誌みたいですね。ネットなんです。NHK スペシャル。貧困調査。会長自ら JK 特番に出演。NHK を潰すために送り込むのかな。まあ感想特にないですけど、どうせ実現しんでるし、NHK はあの誰が会長やっても正常化されないから、いっそ猛毒投入もありがなって、考えちゃいますね。前川投入でですね、番組がもっとわかりやすく、極左化すれば、嘘つきになれば叩きやすいし、一般人、特に高齢者の NHK 信仰も薄れるしね。なんかあの、高齢者、ね、電車の中でおばあちゃん同士の会話たまに耳にしますけど、鬼の首取ったように NHK でもやってた。なんていうのはたまに聞かれますよね。もうこれ信仰だよな、思っておりますけど、ガベージニュースさんってあのホームページサイトがあるんですけれども、新聞社数、新聞社員の数の変遷を分かりやすく可視化しててくれました。まあ右肩下がりですよ。2002年54,015人、2022年35,547人、20年で 65% に減りました。 35% 減少って言い換えてもいいかな。販売プラス広告収入の総収入、2002年2兆3,721億円、2021年1兆4,690億円、 62% に減りました。つまり社員の数よりも売り上げの方が減ってるって話で、新聞業界はあと 3% リストラしないと売り上げ減少に追いつかないと分析いたします。今後上向くとこ、ことは絶対にないから、新聞の売り上げとか新聞部数が今後ね、あの上向くことは絶対にないから、大丈夫です。安心してリストラしまくってください。首切りまくってください。出ないと売上減少に追いつきません。日本改革党メール党員さん大募集中であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。